細葉お車は、菊花お車属の他人層。地下の根茎は短く直立する。茎は直立して分子し、高さ40から80センチメートルになり、茎が茶褐色を帯びた個体が多い。根室用はややロゼット状で、長さ10センチメートル、幅1センチメートルを超えることもあり、しばしば花時に宿損することもある。茎につく葉は生し線形、または、 線状皮身型で、長さ5から10センチメートル、幅6から10ミリメートルになり、先端は A かしら、基部は円形で茎を抱かないか、上部のものは茎を抱き、円には微突な巨子がある。葉の形は、茎の全体に割ったてほぼ同じ、細葉形で、下部のものが大きく、上部に行くに従って、小さくなる。は7から9月。茎の上部が分し、その先に、 頭上花状を数個三棒状につけ、上向きに開く。頭花は黄色で、計18から25ミリメートル、円につく姿勢の絶妙花は先端に3葉があり、中央部には両性の筒状花が多数付き、頭部の先端は5列する。双方は、長さ4から6ミリメートル、計11から13ミリメートルの半球型で、双方辺は多列並ぶ。果実は、せかで、 長さ約1ミリメートル。関門は長さ約3ミリメートルになる。日本では本州、四国、九州に分布し、湿地、あぜ、川岸など明るく日当たりの良い湿った草地に生育する。本州では大河川の氾濫源に多く見られ、九州では山地の湿った草原に多く見られる。本州の関東地方と九州に多くやや隔離分布している。 世界では、朝鮮半島、中国大陸、沿海地方、アムールに分布する。和名、細葉お車は、細葉お車の意である。なお、シノニムの通り、かつては、カラフトお車 E ならブリタニカを基本種とする亜種、または、編集の位置づけであったが、同種を基本種とする亜種であるお車の和名の由来は、丹精の登場過剰の放射状に出た。 絶上鼻から小さい車を想起した名であるとされている。種商名リナリホーリアは、雲南族リナリア状の葉を持ったの意味。桜尾車は、細葉尾車と尾車の雑種と考えられる、中間型で、本州の関東地方以北に見られる。細葉尾車に似るが、葉は広くまた長い。千葉県桜市の路傍の多湿の地に生育するもの。桜尾車は、現在では、 枝打ち用車と同一物と考えられている。ありがとうございます。